どうも、あいちです。最近ですね、非常に多くなった相談が、親に関する相談なんですけど、受験生特にメインなんですが、親からいろいろ言われると。勉強しなさいとか、成績下がって何なのこれはとか、あとはぐちぐち小言を言われたりとか、その生活していく中で、だからあんたダメなのよ、みたいな言われたりとか、ちょっと悪口じゃないけどね、その言われたりとか。で、それが非常にイライラすると。当然イライラするよね。で、それで、イライラするまでだったらいいんですけど、勉強してるときに思い出しません？そういうの結構。あれ言われたとか。多分、それは親じゃなくても友達に言われたこととか先生に言われたことでも思い出すと思うんですけど、イライラしちゃってそれ思い出して。で、勉強に集中できないと。で、進まないから余計にそのフラストレーションが溜まるんですよ。で、自己嫌悪になってしまってっていうそのね、負のスパイラルにはまってしまって、もうどうしたらいいですかっていう。どうやったら親の発言気にしなくなりますかっていう相談があったので、これね、解決策はちょっと言えないんですよね。言えないとこはあるんですが、ちょっと思ったことを話していきます。で、まず謝んなきゃいけないのは、これ実体験ではないです。自分はですね、親がかなり放任主義だった家なんですね。父親はもう超仕事人間で、朝の6時から終電までもう仕事をしてて、で、土日に関しても仕事だったり、ゴルフの接待行ったりとかで、ほとんど家にいなかったんですよ。接点がなくて、俺、ずっと。で、母親に関しては、自分が、4大でない、専門学校卒なんで、その学業にあんま興味がなかったっていうとこと、あんまりこう、勉強に関してガミガミ言わない、勉強しろって言われたことは一回もないんですよね。そう。で、言われないし、でも逆に褒められもしなかった。取れてても、ああ、頑張ったね、みたいな。あ、これよかったね、みたいな、ぐらいな感じの親の母親だったんで、そう。だから、ないんですよね、そのぐちぐち言われたことが。そう。だから、自分の生徒の相談を受けた時と、塾講師の時ね、その生徒に実際にやってもらって、こういうことが良かったよ、みたいなことをちょっとみんなにフィードバックできたらなと思います。でですね、まず、何パターンかあって、イライラはするじゃないですか、言われた時に。で、二つ、やっちゃいけない対応があるんですよ。やっちゃうんですけどね。まず一個は言い返す。感情的になってるところに感情的で返しても、絶対何もプラスに終わんないんですよ。これは、親子だけじゃなくて、普通にね。一番やっぱり冷静になって落ち着いて話をしなければ、意見がまとまるのか、意見が分かれるのか分かんないですけど、先のね、プラスになっていかないんですよね。で、もちろんね、これはね、子供側のみんなに要求するのは、いや、親が頑張れよっていう話なんだけど、でも今回ね、子供、多分みんな、学生のみんなが届けられるからさ、このチャンネルは、ちょっと話しますが、まずは、言われても感情的になることを、ぐっと我慢する。で、感情的にも2パターンあって、言い返しはこうね、イラッとして、なんなの、やってるし、みたいな。言ってしまうのと、もう一個は、シュンってなって、塞ぎ込んじゃうっていう。つまり、返事はするんですよ。はい、はい、はい、みたいな。でも聞いてないの。心に何も届いてない。もう完全にシャットアウトしてるから。で、後で部屋に帰ってから、マジでうっさいんだけど、みたいな感じになっちゃうパターン。で、これはやっぱりね、でもなりがちだよね。俺もなるけど。じゃあどうするかっていうと、やっぱり、保護者の方も、これ全員じゃないよ。もちろんね、いろんな保護者の方見てきたから、全員ではないんだけど、でもね、やっぱり前提としてはね、応援したいんだよ。子供のみんなを。応援したいの。落ちろって、たまに言う親いるんだけどさ。でも本気で思ってるわけそんなになくって。そう。でも、不安なんだよね。保護者の方も。そう、受験って自分じゃないから。自分が頑張ってうんぬんじゃないんだよね。みんなが頑張ってうんぬんの話だから、結局応援することしかできないと。でも応援する方法もわかんない。で、自分の中では、これぐらいやんなきゃいけないんじゃないかなっていう、その、イメージがあるじゃん。でも、それに達してないと勉強してないっていう判断をしてしまうから、それを、どう言ったらいいか分かんなくて、結局もうフラストレーション溜まって、わーって言っちゃうんだよね。で、一回わーって言っちゃうと、次もわーって言っちゃうの、基本的に。で、それがもうずっとなんか習慣化してしまって、ギクシャクするみたいな感じになってるのね。まあ、結構それは、塾講師の時に、二者面談をずっとやってた人間なんで、自分の生徒と二者面談して、保護者の方と二者面談して、だから両方の意見を一応たくさん聞いてきた人間だから、やっぱね、結構ガミガミ言うお父さんお母さんでも、一対一で子供がいないとこで話をするとね、すごい子供のこと思ってるんですよ。思ってんの、本当に。応援したいの。でも応援の仕方がわからないんだよね。そう。だからでもそこで、今回この動画で、だからさ、我慢しねえよっていうことを言いたいわけじゃないのね。いや、そこはやっぱ保護者の方が頑張んなきゃいけないところだと思うんだから、思うからね。そう。で、じゃあ話をちょっと戻すと、そうやって、一応応援したいっていう気持ちと、みんなもさ、うっせえなって親に対して思う時期だけど、でもさ、別に、できればさ、喜んでもらいたいわけじゃないけど、合格して安心させたいとかっていう思いが、ちょっとあると思ってるのね。じゃあ、それがさ、一応こう思い合ってるんだけど、うまくこう噛み合ってない状態、それが噛み合わない状態が続いちゃって、もうなんか仲悪くなっちゃうとか、すごいもったいないと思うんだよね。
で、どうするかっていうと、やっぱりさっき最初に戻って、落ち着いて話をしなきゃいけないんだよ。で、そのためには、落ち着かせなきゃいけないの、相手を。で、相手を落ち着かせるには、自分が落ち着かなきゃいけないんだよね。そう。で、何するかっていうと、まず話を聞くと、ちゃんとね。で、できる限り、フラットな状況。イラッともしないし、シュンともならない。頑張ってフラットな状況で、何をお母さんは求めてんのかなと、今。ただただ勉強しなさいって言ったら勉強することを求めてるのは分かってんだけど、勉強しろってじゃあどれぐらいしなきゃいけないのっていう、お母さんが安心するのはってか分からないじゃん。で、その辺はやっぱすり合わせなきゃいけないんだよね。そう。つまり何をすればいいかっていうと、まず話を聞くと。で、話を聞いた上で、じゃあ、で、私の意見としては、一応こうやって頑張ってると。一応こういうことをやって頑張ってるつもりなんだけど、お母さんには伝わってなかったんだよねっていう。そう。で、じゃあお母さんはどれぐらいやったら、なんだろう。こう、安心するじゃないけど、頑張ってるなって思ってくれるのかなみたいなのを聞くといい。これが聞きにくいんだけど。これね、イラッとしてる感情が収まってる状態で聞ければ、割と出てくる。そう。それが出てこないと、またちょっとフラストレーションが溜まってしまうんだけど、結局、それをしない状況で、もう言われて、うっせえなってなってる。言われて、シュンってなったとしても、結局プラスには何もなってないから、それ以上のマイナスってないと思うんだよね。あ、もちろん、それで、話が噛み合って、で、その成功事例としてはね、それをさせててね、噛み合った状態で、で、こう、話がね、二人が落ち着いたからさ、落ち着いて話ができたんで、こう、普段思ってることとかも言い合えて、で、すごいこう仲良くなったの、その。で、それがね、何家族だ、結構あって、自分の生徒。何回か。だから、割と、そうやって、まあ、落ち着いた状態でね、話せるのって大事なんだなと思って、今回ちょっと動画で喋りました。本当は、まあ、塾講師やってる時は、まあ、自分が間に入れるんで、自分の生徒だったらね、その、保護者の方に、例えば、こういう風に言ってしまうと、例えばお子さんはこういう風に感じてしまうと。だから、言いたい気持ちすごいわかるんですけど、もし、不安が溜まったら自分にぶつけてください、みたいな。そう、自分がワンクッション入るまた違うからさ。で、そういったこともできるし、間を取り持つこともできるんだけど、まあ、YouTube はそれができないからさ。だから、ま、ちょっと一方的なアドバイスにはなってしまうんですけど、ひとまず、言われてイラッとしたら、こう、感情的になってぶつかったり、塞ぎ込んだとしても自分はストレス溜まったままで終わってしまうのね。できれば、話な腰を据えて思ったことを言い合える。で、思ったことがちゃんと相手に伝わるってことができれば、自分のフラストレーションも多少は消化できると思ってるので、まあよかったら、まあ難しいことではあるんですけど、よかったら試してみてください。